い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで街の探索をまあ早速やっていきますか。一種からせっかく来たんでね、ボケジョブも体験しておくか。そういえばそんなものもあったな。機械にロトムがついてるよ。ボケジョブ一回ぐらいやっとこうかな。ガラルで活躍するトレーナーは我が地方に招きたいものです。どこの地方から来た人だ。こんにちは、何をしますロミ。ボケジョブ、いまいちなんだかよくわかってないけど、ポケジョブ。ガラル地方ではポケモンのお手伝いを募集していますので、ポケモンを送って手伝いましょう。送り出したポケモンたちは成長して帰ってきます。これは普通にレベルが上がったりするってことかな。え、めっちゃいいやん。お手伝いの募集は1日に1度更新されます。お手伝いをすればするほど、ポケモンをたくさん送り出せば送り出すほどいいことがあります。いろんなお手伝いをこなしましょう。新しいお手伝いに依頼があります。しかもなんかいっぱい、え、これは？ネット経由ってこと？私一人だけじゃなくって、これ、なんか世界中のいろんな人が応募できるやつってことかな。マクロコスモスコントラクション。コンストラクション。建設にはパワー。パワーといえばマッスル。力自慢の方募集。募集枠7匹まで。ここで、格闘系とかその辺が行けばいいってことやろ？ドテッコ追加せてみようや。これで、これ7匹絶対に連れていかんといかんの？これでいいよ。ポケモンを送り出します、よろしいですか？はい、オッケーです。お手伝いする時間を選んでください。かなり長め、長め、短め、かなり短め、ほんの少し。え、じゃあとりあえず1日行かせてみよう。いってらっしゃい、ドテッコツ。旅立ってったわ。ポケモンがお手伝いに向かいました。頑張ってきてね。24時間後には帰ってくるということやね。なるほど、なるほど。またのお越しろ。まあ、これで24時間後が楽しみということで、さあ、観光しましょう。どうも。私、リザードンを連れてジムチャレンジに出る。リザードン？もう、今のチャンピオンがリザードンだからな、ポケモン。人影の時から育った方が強い気持ちで結ばれるわよ。確かに。自分も鍛えるし、ポケモンも鍛える。サトシも人影持っとったよね。僕の瞳はまっすぐ、シュートスタジアムを見つめてる。何？どうしたの？怖いよ。とりあえずいろいろな人に話を聞いて回っていると。ここ何？すごい広いとこやけど。あ、なんか空港かな。観覧車、高いところ苦手なんだよ。あ、観覧車？ガラル地方を見回したいの。観覧車ってぴったりじゃない？高いところ苦手やけど観覧車無理と思ったことはないな。シュートシティは広いですからね。モノレールを使うか、空飛ぶタクシーが便利ですよ。え、シュートシティ内で空飛ぶタクシー？これ扉じゃないんか。扉かと思ったやん、ついつい。この先が観覧車ってことかな。どうも。俺のポケモンたち、とにかく音楽が好物だよ。ナイスなサウンドが聞こえると、一目散に駆け出すのさ。ロック好きそうやね。そっか、モノレールに乗らないとローズタワーに行けないんだ。あ、これがモノレール？ローズタワーとは。東京タワー的な。試合に夢中でスタジアムでは飯を食ってられないからね。一応持ち込みは OK なの？シュートシティには観光客も多いからね。味付けも変えるのさ。え、お客さんによってってこと？絶対わからんやん、そんな。この辺なんか落ちてそうな雰囲気やのに落ちてないんや。で、ここから行けるってことかな？チケット買うの？この辺なんか、落ちてない。シュートシティ名物、モノレール乗り場はこちら。なんとモノレールはシュートシティをぐるぐる回っておるのです。へぇー。ああ、なんか色々と回れるっぽいけど、とりあえずは、歩いて観光した方がいろんなところ行けることない？これはただの移動手段的な感じ。あ、ここから乗っていけるんか。駅。なるほど。すごいなぁ。大都市だなぁ。ここは？
これは入り口じゃないの。入り口じゃないのか。なるほど。兄弟に振り回される俺がポケモンを6匹も育てるなんてちょっぴり難しいと思うのよ。別に6匹育てなくてもいいんじゃない、トレーナーじゃないんなら。僕タイレイツの真似。こっちの子は真ん中の子に話しかけれない。くっ話しかけれないんですけど。二人とも同じことを言っているとかいうことはないかしら。お、元気の塊やったね。今くるっと。チャンピオンの試合。You alright? Alright. ローズさん、いくつ会社をお持ちなんだっけ？昔からの街並みを生かしつつ、ローズさんが会社のパワーで観光都市に作り変えたんだよ。素晴らしい。さすがローズさん。お、入れるちゃんと。あ、ここ、もしかしてまたバトルカフェ？試合開始までワイルドエリアでマックスレイドバトルしてこようかな。マックスレイドバトルって何？未だにちょっとよくわかってない。ダイマックスポケモンに勝つため、僕も大きくなろうと思います。それ以上大きくなるのは無理じゃないかな。うちのホテルはポケジョブで来てもらっているポケモンさんに頼っているからね。ああ、そういうので募集したんやね。ポケモンにはできない仕事。例えば、なんだろう。きっと何かができます。どんなポケモンもなんかね、タイプごとにいろいろできる気がする。ガマガル食べ過ぎだよ。大丈夫かよ。入ってんじゃないの？大丈夫？それゴミ箱じゃないの？すっごい人。迷っちゃったけど空飛ぶタクシーなら安心ね。まあ、迷った時にはそれが一番かな。迷ってもタウンマップを見ながらゴールするのってすごく楽しいよ。何ゴールって。いらっしゃいませ。ようこそバトルカフェへ。一日一回、勝てばスイーツプレゼント。勝負いたしますか？するする。それでは参りましょう。レッツブレイクタイム。いろんなところにあるんよね。バトルカフェ。マスターの構造が勝負を仕掛けてきた。私も魔法イップが欲しいんだって。魔法イップというか、それに進化する前のやつが欲しいんよ。そして、魔法イップに進化させたいんよ。40種類おるんやろ。なんかどの子になるんかめっちゃ楽しみやん。マホイップの話ばかりしているが、肝心のガトルの方は今一つ効果抜群のポケモンがいなく、アブリボンが倒されるが、いつも通りレベル差でなんとか勝利。かわいいなマホイップ。だってなんかマホイップばっかり集めよる人とかめっちゃおることない？ツイッターでなんか写真あげとる人、キャンプ場が魔法イップだらけみたいな。一筋縄ではいかないビターなテイストでしたでしょうか。で、ここでもらえるアイテムがっていうことなんやろ。モーモーミルクのようにすっきりした勝負でした。こちらお約束のスイーツです。モーモーミルクとか懐かしい。アイナは四つ葉飴細工を手に入れた。肝心のポケモンがいない。ウツボの形をした飴細工、マホミルに持たせてあげるとくるくる回って喜ぶ。またのご来店お待ちしております。このマホミルちょうだいよ。いないんだよ私。はい、そして昔から好きとかいっぱい見てるとかってファンのアピールならいまいち。私なんてダンデ君がジムチャレンジにエントリーして昔からファンなんだから。あ、でもそういうのってあるよね。結構最近やったらさ、現実で言うと何ジュノンボーイとか、ああいうのコンテストから知ってますみたいな、一般人の時から。すごい人の数、ちょっとビビるわ。あ、これはブティックじゃないの。どこから入るんすか？ここか？いや、こっちか。入り口ないんかと思った。びっくりした。イーブイ立っとるやんって思った一瞬。みんな着ぐるみを着ればポケモンと仲良くなれるのに。もっとポケモンそっくりな着ぐるみは売ってないのかな？なぜそこまで極めたいんすか。ダンデさんのマント、子供サイズは売り切れだって。あきみ子供なのね。大人かと思った。ブティックへようこそ。何かお探しでしょうか。これはあれじゃない、最後のイメチェンになるんじゃないかな。ワンピース、てかちょっと上着がさ、ライダースジャケット可愛いんかな。待って、先にやっぱりワンピースを決めておこうか。リボンワンピース。
リボンワンピースのネイビーと、で、上、ライダースジャケット。ライダースジャケットのホワイト。がいい感じかな。ライダースジャケット、ホワイト。結構高額だな。だいぶ高額だな。うわ、超派手。プリントレギンス。ボーダー、サイハイソックス。そんな派手じゃなくてもいいな。ドット。ローファー。あ、ローファーかわいい。かな？ラバーソールシューズ。ラバーソールシューズのキャメルで。そしてスポーツリュック。この今のフェアリーの色可愛かった。いやでもここは、おー、なんかスタッツレザーシューズ。へー、すごいな。なんか今私が持ってるの、そっか、リボンのやつか。なるほど。ここはレザーボストンとかの方がいいかな。レザーボストンのボルドー。え、お金がない。お金がない。あっという間になくなってしまう。なるほど、そういう感じか。帽子で、この辺はスポーツサングラス、レザーグローブ。え、グローブとかは別にな。ちょっと待って、靴下なんか変えよう。フィッティングルーム、靴下を変えたいんだけど、どこが変わってるんだ。え、変わってる、これ。なんか変わってなくない。あ、なるほど、姿を見るにせんといかんってことかな。え、何、どこが変わったの。変わってないやん。チェックソックス、あ、チェックソックスの方がいいやん。ハイソックス、ハイソックスもいいな。ホワイト、スポーツレッグ。ああ、そういう感じなんや。格闘やったらこういう感じになるんやね。レギンスっぽい感じ。ああ、水。これもいいね、短いの。格闘にしよっかな。フェアリーどう？うわ。うわ。あ、岩。これでいくか。よし。オッケー。じゃあこんな感じでいいね。ふわふわ系ではなくなった。ちょっとシュッとした感じのおしゃれ。ここは、あ、ここはあれか、髪型のところか。どうもいらっしゃいませ。今日はどうしましょう。ヘアアレンジで OK。 それじゃあ席に案内するわね。荷物を預かっちゃうわ。さてと、今日はどんな感じにしようかしら。まあね、最後のイメチェンになるからね。どんな感じがよろしいかしら。ベリーショー、ツインテール、ポニーテール、お下げ髪。お下げ髪で元気に行ってみる？ブレイズ、カーリーボップ。個性的すぎか。ミディアムパーマー、今までのやつか。ボブヘアが一番最初。お酒髪で元気に行ってみよう。流す、あ、違う、なしやった。流す、パッツン、重め。ここはやっぱ重めかな。で、色的にはワインレッド、グリーン、ブルー、レッド。今ピンクなんよね。ホワイト、グリーン、ピンクブラウン、アッシュブラウン、プラチナブロンド、ゴールド、ブラック、ピンクブラウン、
なんか迷うね、こういうの。アッシュブラウンで。よし、これでいこう。オッケーです。じゃあカットするわね。オッケー。ちょっとちゃんと顔つきでやっていただきたいよね。はい、どうもお疲れ様でした。とっても似合ってるわよ。帽子はどうしたいとかあるかしら。かぶれます、もちろん。じゃあいい感じにかぶせちゃうわ。ポケモンリーグカード印刷し直そう。しょっちゅう更新するやつ。ありがとうございました。また来てね。お、いいやん、いいやん。すっきりしたね。どこかで見かけたんですけど、剣のようなヘアスタイル。縦のような髪型。どっちかにしようかなって。どんな髪型それめっちゃ気になるけど。勝ってイメチェン。負けてもイメチェン。気分って大事よね。まあね、おしゃれすることによって気分は上がるよね。ポケモンごとに髪質って違うから覚えることいっぱい。ポケモンって髪の毛生えてるのか。トリマー的なこともしよるってこと？お、さっきね、マリーちゃんにサインもらったの。宝物だよ。お、マリーももうこの街にやってきているということなのだね。あれは、あれがホテルかな。チャンピオンの試合。多分あっこが、そのモノレールで行けるってなっとったホテルなんじゃないかな。黒いヘドロ。持たせると毒タイプのポケモンは少しずつ HP を回復する。それ以外は HP が減ってしまう。じゃ、それ以外のポケモンに持たせるメリットは何一つないということやね。まあ、ヘドロを持たせる意味がよくわからんけど。毒タイプ以外に。お、金の玉来た。金の玉どんどん溜まっていきよんじゃないかな。大きいやつもあった気がするけど。お、こっちは一般の家がいっぱい。ん、びっくりした、そんなところに。誰やっけ、ルチャブルやった。ルチャブル、いいね、いいよ。今度はもっとキリッとしてみる。みんななんか写真が好きなのかな。なんかね、そんな感じの人がいっぱいやね。まあ、撮影って楽しいけど。おや、あなた、スマホロトムに自転車を。であるならば、ロトムというポケモンがいろんなモーターに入り込むことはご存知のはず。どうすれば入れるか知りたければ、私のロトムと勝負です。いきなりやね、いいけど。様々なロトムを繰り出して、あなたを幻惑させましょう。様々なロトム？リーグスタッフのヒロシが勝負を仕掛けてきた。リーグスタッフさん、こんなところで何してるんですか？なにこれ？本当にいろんなのおるんやね。え、もしかしてあれ？アンノーン的な感じでめっちゃいろんなタイプがおるってこと？ロトムも。当てみ投げ。ロトムって何タイプやろ？リーフストーム？草タイプ？おお、一発。多分、レベルでやと思うけど。まだいるの？おお、またしてもロトム。このままでいいよ。わあ、また違う。これは？またタイプ違ったりするんかな？オーバーヒート、炎？次は炎ですか？見た目でわかりづらい。当てみ投げ。じゃあ、アンノーンより、あれやね。役に立つ感じなんかな？タイプまで違うんやったら。またロトム。次はどんなロトム？おー、また違う。洗濯機みたいやね。ん？なんやろ、横から出てる棒は。この子は何タイプ？水タイプ。ハイドロポンプ。じゃ、やっぱり洗濯機であったんかな。当てみなげー。あ、横のやつはホースか。洗濯機のホースってことか。なるほど。面白い。とりあえず、草、炎、水がおった。フォルムが変わればタイプも技も変わるロトムなのに。でもすごい、ロトムの可能性が、まだおるんかな。様々なフォルムのロトムを撃破したあなたでしたら、カタログも使いこなせるはず。ん？アイナはロトムのカタログを手に入れた。カタログ？何それ。ロトムが好きな家電が載っている。カタログを使うことでロトムを家電に入れたり出すことができる。じゃあロトムさえ連れてきたらいろんな形にできるってこと？じゃあタイプもその度に変わるの？ロトムのカタログを使えばいろんな家電に入り込みます。あ、でも一匹用じゃなくって、要はイーブイみたいにいっぱいイーブイ捕まえてきてそれぞれ進化させるみたいな感じかな。
もちろん戻ることもできますよ。あ、戻れるんや。じゃあやっぱり一体でいろいろ変えれるってことか。へえ、すご。ロトムの可能性すご。勝ち負けがはっきりわかるのは眼角でもあるけれど、自分の強さが見えるいい機会だよ。それでこの子たちを別に戦わせよるわけじゃないんやろあれ。ポケモンと一緒にピクニック。あ、この先ではピクニックができるってこと。いいねいいね、晴れた日とか。何やってるの。お、芸術家さん。モスノを探しているのだが、君は持っていないか。持ってたら僕のジュラルドンと交換してほしいのだが。持ってない、残念ながら。気が変わったらよろしく頼むよ。なんてこと。どっちも持ってないポケモンだわ。ジュラルドン欲しい。ごちそうやけど名前。本棚の本をすべて読み直す時間はなくなった。だが背表紙を眺めているといろいろ思い出して楽しめるよ。背表紙だけで楽しめるとかめちゃくちゃめちゃくちゃ安上がりやん。そうなの、私のガーディーすっかり痩せちゃって。病気大丈夫。シュートシティ一周マラソン、相当カロリー消費するわね。あ、そういうこと。なるほど。え、一周マラソンで痩せたの。あ、ここさっき言ったとこか。相当な距離やね一周。決勝戦でスタジアムのモニターに映れば私も全世界デビュー。それを夢見てるんかな。あ、モデルさんっぽいもんね。なんか花の美しさを正しくするために掃除をするんだ。大丈夫、変質者として通報されたりしない。家の人かな。ポケモンの本当の進化って人間と仲良く暮らすことで仲間を増やすことかなって思う。食べてるわけじゃないよね。え、食べてない。ポケモン同士だよね。めっちゃ笑顔で食べてるけど怖い。チャンピオンの試合によって自分もというトレーナーが増えて勝負が盛り上がっていくんだな。いい循環だ。トーナメントやチャンピオンカップが開かれるとあちこちからポケモンと人が来て世界のお祭りだね。普段から住んどる人からしたらどうなんやろ、迷惑なんかな、楽しいんかな。まあ、年に数回、一回わからんけど、ぐらいやったらいいやってなるんかな。お父さんもお母さんもリーグスタッフしてるの。チャンピオンの試合はいつもお留守番でつまんない。一瞬連れて行ってくれたりとかせんの。なんか関係者席みたいな。関係者にはならんのかな、わからんけど。そういうので入れたらいいのにね。じゃないとめっちゃつまらんやつやん、それ。ん？この先はなんか、道具とかいろいろ落ちとる。もしかしてトレーナー出てくるんかな。広いシュートシティの移動にはシュートシティ専門の空飛ぶタクシーかモノレールをご利用ください。シュートシティ専門の空飛ぶタクシーがあるの。すごー、この中だけなんや。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私ロトム持ってないんやけど、野生のロトムは一体どこにいるんだろうか。それ捕まえたら色々変形させれるってことよね。